こんにちは本日は Amazon Pay についてです Amazon Pay ですけれども Amazon だけでなく他の EC サイトでも利用が可能になっていますこの時 Amazon のアカウント情報が反映されるためわざわざ EC サイトの登録は不要ですさて8月24日からなんですけれども Amazon ギフトィを使って Amazon Pay での支払いをすると0.5%還元されるようになりました今回はこの件についてお伝えします まず最初に Amazon ギフト券を使った Amazon Pay での支払いで0.5%還元。これに関するお知らせについてお伝えしたいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらがお知らせのページです。Amazon Pay のご利用は Amazon ト券でのお支払いがお得。ずっとギフト券利用分の0.5%をギフト券で還元。Amazon ギフト券の還元方法。不要対象金額。 アマゾンペイのお支払いの際に、アマゾンギフト券で支払った金額。対象者は全員。不与率は0.5%。不与方法はアマゾンギフト券です。不与時期は毎月1回となりますえ。本プログラムへの参加方法です。事前エントリーは必要ありません。現在お持ちのアマゾンアカウントが利用できます。1、アマゾンペイボタンをクリック。2、アマゾンギフト券でお支払いを選択。3、購入を完了ですね。 ちなみに Amazon ギフト券をお得にチャージする方法ですけれども通常会員とプライム会員で異なりますけれども1回のチャージ金額が9万円以上の場合通常会員だと2%分プライム会員だと2.5%分4万円以上だと通常会員1.5%プライム会員 2%2 万円以上だと通常会員1%プライム会員 1.5%5000 円以上だと通常会員0.5% プライム会員1%です。Amazon Pay が使える EC サイトはこちらですね。あと、こちらのリンクからもっとさらに見れますね。そして、利用最速がこちらに書いてありますね。プログラム名は Amazon ギフト券を使ってお支払いをした金額の0.5%分を Amazon ギフト券で還元。 対象取引は Amazon Pay が利用可能な EC サイトにて Amazon Pay をお支払い方法として選択しお支払いに Amazon ギフト券を利用した場合です。対象券は2021年8月24日0時からの注文ですね。終了日は未定です。対象者は Amazon Pay が利用可能な EC サイトにて Amazon Pay をお支払い方法として選択しお支払いに Amazon ギフト券を利用した方全員です。あと対象がこちらですね。あと不要方法ですけども えー、キャンペーン開始以降のお各月末日までの注文を対象に、翌月末日までに販売事業者にて売上請求処理が完了している注文に関して、翌々月下旬に Amazon ギフト券利用金額の0.5%分がお客様のアカウントに反映されるとなっています。不要上限は原則ないですね。不要確認方法はあ Amazon ギフト券の残高から確認ができますね。 あとギフト券還元の対象の注文パターンがこのように例として載っています。以上です。いかがでしたでしょうかアマゾンペイを使うことで0.5%関係というのは場合によっては魅力的ですね。例えばクレジットカード払いができない時とかですね。 ただ、それよりもですね、ギフト券をチャージ購入した時の還元の方がより魅力的かなと思います。まあ、使い方次第ですが、クレジットカード払いよりもお得な場合もあるかもしれません。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。